大岩真央どうせあ、落ち着いてください、ちょっと。ナイス。皆さんこんばんは。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。ベルクラネル役の松岡由嗣です。はい、皆さんこんばんは。断末でヘスティア役を演じています水瀬いのりです。よろしくお願いします。そしてはい、リリルカアーデ役の内田真彩です。お願いします。そして、ナーサエリスイス役の早間由久美です。よろしくお願いします。はい、ということで私たち4人でお送りしていきます、うん、はい、お願いします。昨年10月からテレビアニメ第3期が放送された断末、うん、今期も最後までご覧いただきありがとうございました。コメントも読んでいければということで、皆さん3期いかがでした、うん、そしてあの GFS 自体もね、うんうん、ステージ的にはこの断末が最後のプログラムというか、おー、そうかそうか、うん、夕方ぐらいから、うん、やってたみたいですね、うん、皆さんお疲れ様です。ここまで確かにあのマラソンされた方はね、ね、最後のだと思いますけども、ね、うん、コメントどうですか松岡さん。いや、すごいです。マーヤーマーヤーとマーヤーだよーやすごいイノリンイノリン、あ、イノリン、ありがとう。イノリンですね、イノリンですね。はい、ちょっとね、タイムラグもあったりするから、うん、あれなんですけど、ね、まあ、でもじゃあ進めていきつつですかね。行こうか、うん、なんかあの松岡さんしかちょっとそのパッドがないから何か適宜もし教えて拾いたいものがあれば、わかりました、私たちにもシェアしてください、うん、はい、そしてちなみに今回の GFS の男性声優さんは松岡さんだけということで、すごいな、なるほど、すごい、多分皆さん辞退されたんですね。そうじゃないんですよ。いや、松岡出てこれて、でも本当逆にね、いなかったら、うん、男性声優さん生放送のこのステージにいなかったんだということで、鳥で最後の鳥でとなった。どこ見てんの？どういう姿なのそれは？なんかサプライズゲストがいるみたいな。そっちカメラないんですよ。誰もいない。サプライズ、え、誰喋ってる？いないけどね。ちょっと声出すとギャラが出るからみたいな、そういうなんかやり取りがあったのかな。マジ？誰もいないんだけどね。誰もいないんだけどね。見えたのかな。うん、どこ見てるんですか？わかります、わかります、ね、なんかさっきからね、ずっと斜め遠い、遠いところを見ている、うん、オンラインの世界で、ああ、オンラインに入っちゃってる、今オンライン中、愛が見えてるんですかね、あの方角に。しゃべって、やばいやばい、まあ、私が神です。4月の行動には別れ告げ、いつしか時はまたそう遠く